お休み病んでた。チャリもチャリも。はい。アメタ TV 夫婦放談です。アメタ TV 夫婦放談です。バフバフ。前回ね、夏の思い出で、夏祭りの思い出で、切ない話だったね。切なかった。全然切なかった。今日は海の思い出行ってみたいと思います。夏といえば。うん、海。私ね、結構ね、運動苦手なんだけど。そう。あの、泳ぐのすごい好きだったの。特にでしょ。まあ、あの、球技は好きなんだけど、あの、かけっことも遅くてね。反復競争は早かったけど。ね、海の思い出。はい。俺はね、うん、子供の頃に東京の子たちは海どこに行くの？いや、子供の頃は海行ったことなかったの。やっぱり、うん、全然なかった、うん、初めて海に行った時を思い出そうか、うん、多分ね、初めて海に行ったのが、うん、伊豆の海に、うんうんうん、やっぱ東京だと伊豆とか鎌倉とかになるよね。そう、親家族旅行で行って、うん、だけど砂浜じゃなかった、岩浜だった。ああ、磯ね。そう、だから泳がなかった。泳げない、泳げない。うん、海に近づけないわけ、うん、溶岩みたいな痛い岩とか、うんうん、船虫がいっぱいいるし、うん、それで、それが最初の海だった。いくつの時？小5か小6じゃん。あ、じゃあ結構大きくなってたんだね。それまで海だ。鹿児島県民は海が近いからね。川とか海にすごい遊びに行って。川はやったよ。川は多摩川に。じゃあ川の思い出でもいい。川でもいいんだ、うん、でもね、そんなに思い出なく、 俺はね、逆に泳ぐのが苦手なの。プールの思い出もいいんだよ。プールもだから泳ぐの苦手だから、うん、プールをいかにずる休みしようかっていう、すごい頭を使ってた。あ、そう、私はね、あの、大雨が降って、あの、学校までプールになればいいのになって思ってたぐらい。笑い事じゃないよね、今ね。もう笑い事じゃないな。本当にすいません。そうそうそう。ぐらい、でも私は泳ぐのが好き。だったね。歩くより泳ぐ方がいいってことですね。そうそうそう。だったね。まあ、泳ぐ方がいい。俺も今は泳げるけど、泳いだが楽だ、確かに。水に生活してたんじゃないかなって思うけど、半分以上水だし、うん、半分以上水だ半分以上水だからうまくいってるよな。半分以上水にしちゃうまくいってるねえみたいな。そうか、そうか。海の場で海の思い出話してない。やっぱね、プールの思い出って言ったら、近くにあの毎年行くなんか遊園地とプールがあったわけで、ちっちゃい子たちが一緒に泳いでるプールと、あの、大きいプールとあるんだけど、大きいプールにちっちゃい子が泳いでることもあったわけで、ある時もうなんか、あの、芋の子を洗うような状態なわけ、そのプール人気でさ。そしたら泳いでる横にプカプカとうんちが浮いててうんちが泳いでた。そう、本当にたまげて、で、それで、もう次の年から行かないことにした、あれはたまげたな。子供でしょ？赤ちゃんだと思うね。綺麗だ。いや、もう思い出したくない。あ、汚かった。汚いよ、そりゃ。赤ちゃんのうち汚いよ。わかんないけど。おっぱいしか飲んでないでしょ。もうそんな話はいいや。なんだ、うん、とにかく、そういうこともありました。海と言ったら、海の思い出と言ったら、地引き網に行ったことかな。子供会で、ちょっと離れたところに、入り木浜っていうところがあって、そこに網で引っ張って、で、網にいっぱい魚が取れるわけ。ピチピチキラキラしてて。だけど、その取った魚を食べた記憶はなくて、浜辺で作ったカレーライスの味が忘れられなくて、ね、美味しかったね。食べ物にまつわる思い出だね。てか、あの、
キャンプというか野外でみんなで作るカレーはなんであんなに美味しいの？いくつぐらいやってるの？それ小学校4年生ぐらいかな。よく覚えてるね。俺はね、料理も思い出したんだけど、ちびき屋ビリューでしょ、で思い出したんだけど、東京の人は必ず見たことがある、鳩屋のコマーシャルっていうのあるあるある。伊藤に行くなら鳩屋、いや歌っちゃいけないみたいな。あ、ダメなんだ。もう一個あって、大量園っていう鳩屋がやってた、なんつうんだろう、料亭じゃなくて、多分鳩屋のイベント企画だったかな。その名前が大量園って言って、寮の大量ね、園は多分宴じゃなくてなんだけど、宴か、宴だね、大量園っていうのがあって、前はうーにーっていう、知らない、知らないか、後ろは鳩屋の大量園っていう CM なんだけど、その CM がもうハマチかカツオかマグロを男の子が、発表来た男の子がこうやって抱えてブシブシブシってやってる CM なんだ。でそのカツオかマグロかハマチを抱えてる男の子が近所に住んでた子だった。そうなんだ。そう、タレントだった。タレントだった。っていうかその子がタレントだってずっと知ってたんだけど、一回もテレビで見たことねえやと思ってたわけ。そしたらいきなりそれに出てて、あ、本当だったんだ。可愛かったの。全然、あ、あんまり言っちゃいけないけど。普通ね。すごいね。東京だったらそういうことがあり得るもんね。の人だから、お高く泊まってるわけ。これはお前らとは違うみたいな。あんまり喋ったことない。あ、そうなんだね。いい感じの子だったらそうはならないけど、まあちょっと勘違いしちゃってるというか。それっきり何も聞いたことないから、もうそれ一発で。ああ、そうなんだ。そうか、なんか海の話が広がらない。俺行ったことなかったから。そうか。ウミウシとかいつ見た？ウミウシ見たことないまだ。あ、そう。生ウミウシ見たことない。マジ？私ウミウシを初めて見たのはあっちの伊豆の海だよ。俺ウミウシすごい好きだったんだよ。使ってウミウシを見るのがすごい好きで、アメフラシとか、綺麗じゃん、すごい。紫色だ。そうそう、いろんな色のやつがいるんだよ。ウミウシって何考えてんだろうね。毒なんだよね、でもね。じっとしてるよね。食べちゃいけないんだってね、あれ。あ、でもね、ウミウシ食べるところがあるらしい。あ、本当？ほぼ毒なんだけど、どこかが珍味だって聞いたことがある。そうそうそう。ウミウシ好きだな。なんか綺麗だよね。海の蝶々みたいな感じもする。名前もいいじゃん、ウミウシって。動かないからだもんね。じゃあ、ウミウシ、ウミウシっていいねってどういうこと？なんかウミウシ、おしゃれな店の名前をウミウシにする。ああ、嫌だな。海でも、シーカウ。ウミウシの絵は描いてみたいな。ああ、描いてほしい。なんか レースのような感じだよね。俺が好きなウミウシはナメクジっぽい格好してるじゃん、ウミウシって全体が青と黄色のまだらなの。すごい綺麗なの。あ、綺麗そうだ。で、この触覚の部分だけ赤なの。で、それに図鑑にウミウシって書いてあって、そいつだけがウミウシだと思ってた。あ、いろんな種類がいるもんだと思ってなかった。あ、そうなんだ。確かにウミウシっぽいと、そのまだらの感じが牛っぽいし、
角に当たる部分が赤なんだけど、うん、まあ牛は黄色だけど角が、まあ、漫画だとねポップな牛だなぁと思ってた。ありますか？図鑑でも見てみてください。海牛の話が海牛の話。うん、海牛で良かったね。海牛の話になって良かったね。かなり海牛好きだから。あ、好きなの。うん。海牛とかナマコとか、ナマコに至って私は超尊敬してるからね。あ、ナマコの尊敬する話。この次するか。そうだね。ネタの呪術だけど。それでは皆さん、また。